皆さんこんばんは。それでは今回は新しいエリア、群青の海岸へ行きます。群青の海岸ですよ。この子が男の子なのか女の子なのかが分かりません。
点について聞いてみましょう。そんだけかい。どうしてまた急に。じゃあお相手します。かと思ったら2倍がかりですね。モンスターフォームは使わない主義らしいけど、だからって2倍に付くわ。ああでもこれは楽勝だ。なるほど。そういう話はあの煉獄に相談はできないだろうね。やっぱり心から信用はされてないな、煉獄。
小さい方、子供助けて亡くなったって言ってるし。されてるじゃん。一応頼まれたことは言っておこう。本題の伊吹島の調査の話を。に会いに行きます。その前にワロさんがいますね。集めてるつもりもないんだけど。
いや、クレームつけに来たわけではないんだけど。カラナさんの紹介できました。どんなポケモンですか？随分悪敵なポケモンなんだね。じゃあ作りましょう。そのサマなんとかを捕まえます。あれがそのサマなんとかです。怖くはないけど可愛くもないね。怒らないから、早くやりましょう。魚の餌なんて大抵気持ち悪いものだけど。
浜辺へ向かいます。お待たせしました。鈴木さん、親切な方ですね。お似合いのカップルだと思いますよ。
その辺のノラガーディを捕まえればいいのに。まあちょっと行きにくい場所にいますけど。最初から見逃すつもりはないよ。水上移動ができるようになりました。これで行動範囲が広がるだけでなく、水生ポケモンも捕獲できます。それでは今回はこれで終わります。次回は日吹島へ行きます。それではご視聴ありがとうございました。